ちゃゆでございます。今日からですね、LA に出発ということで、昼ぐらいに出るんですけど、2時ぐらいにこの、ね、パッキングをねやっております。で、私は今ちょっととりあえず終わったんで、みんながどんな感じやってるかちょっと見に行こうと思います。何も終わってない。こんにちは。あ、まずはこちらの部屋に行ってきました。何ですか、なんで笑ってるんですか、なんで笑ってるんですか、なんで笑ってるんですか。大変だよ。いや、ちょっとこれだ、いや、うち純平が一番終わってると思って最初に来たのに、何にも一番終わってない。これな、どういう状況ですか。靴何個持っていくんですか。4つ。でもこれランニングシューズとかなんかあるじゃないですか。ランニングシューズはカウントされないとかないから別に。そんな紹介したかったのに、なちょっと一回後回ししましょうか。これだけ言っとけね。OAS っていうこのサーファー、ハワイです。ハマりすぎやろ。サーファーロサンゼルスに向けて買いました。デザインが可愛いかなって、はいはい、ちょっとバタバタだね。一回あのアホ二人先行ってみる。あ、行ってきます、うん、ちょっともうちょいちゃんと紹介したいですか。かもしれませんね。わかりました。いや、ちょっと旅の前って感じでいいですね。あ、正しい感じで。じゃあちょっとね、先にあっちの二人に行くことにしたので行きましょう。あ、なになに、あ、この部屋一人じゃないんだね。声ですか。はい、小声ですか。詰めてるの、服も完璧です。全部ジップを作る、はい、なんですかそれ。これが低温調理器。あらららら、らこれがね、ベンティジャパンの健康を維持する重要なあれですよ。海外旅行に低温調理器持ってくるやん。ああ、これは絶対必要で。あとこれ、え、液体持ってけんの。そんな持ってないし、もう声小さいな本当に。これえ、醤油だめで。これね、ちょっといい、これ、これ、これだけでいいね。他はもう何でもいい。あー、起きちゃった。起きちゃった。起きちゃった。ずっと起きてた。で、今、ちょっと迷ってんだよね。何をですか。自分ではバカだと思うんだけど、めっちゃ中華鍋を持っていきたいの。バカだね。これがね、あったらめちゃくちゃ便利だよね。トーユー、お、めっちゃぴったりじゃん。ちょうど、まあ裏側の方がいいんじゃない。すごっ、まさにこのために空いてるようなもんよ。人間のキャリー結構3分の1ぐらい、うん、その料理のための器具が入ってる部分に。これね、マジで大事よ。でもいや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 、これここに、あ、お腹鳴った。完璧よ。パスポートの、ね、国際免許入ってます。それもジップロックなん。うん、全部ジップロックやん。パッキング終わってます。うん、順調順調。あれ、キャリーじゃないの。いや、キャリーちょっと。え、どこにキャリーがある。そう。え、まだ入れてないの。あ、入れてない。もうみんな入れてる。順平は、順平はじゃないやろ。あれはどうですか、スキンケアとか持っててるんですか。また今日スキンケア、これだけ今使ってる。 あれは髪の毛。うわー、ちょ、一丁前にこれ使ってるんですね。ミルボン使ってるんですね、一丁前に。ね、なんか女の子が使ってた、湘南行った時にその子が使ってて、はい、しなるやん、はい、海って。まあね。そう、それで使わせもったよ。そしたらめっちゃいいってあって、それね、そっからだから最近割とこれにしたの。女の子の影響でヘアオイルを変えました。石川です。これいいね。いいよ別にそんな細かいことは。いや、パッキングってめんどくさいよな。そん
そんな楽しくワクワク、今から LA だぜ。まあじゃあまた後で聞きますね。終わってんじゃん、十分。もう終わってますよ、これは。あとは閉じるだけ。本当にすごいな、早っ。昨日全部やってた。こっちがまあ、あ、スティーブレーションとかあるから。こっちが洋服です。はいはい。あと靴は一応1、2、3個か、さっきも入れて3個。おお、少ないね。ここにさっきね、カリウム。いやめっちゃ持ってってんな。やべ、俺サプリ持っていかないかしたから。あ、やべ、焦った。めっちゃいろいろ持ってってんの。なんかこれ歯磨き粉と、このハンガー、これいいんですよ、折りたたみハンガー。なんかいろいろ持ってってんな。で、日焼け止めね、もうこの大容量、これ2つ持ってきますから、うん、あと顔用も2つ、この中に全部入ってます。めっちゃ持ってくるサプリ、あとはもうこれ飯ね、ちょっと食べたくなる。え、なんかいっぱい持って、なんかなんでそんな入るの。ちょっと下にちょっとあれですけど、大きさは違うからね、多分。そういうことか。で、化粧品、あとガルテー、ガキ。あ、やべ、シャンプー忘れた。あ、シャンプーウィンス。やべ、全然俺ちょっとやばい、本当に終わってねえわ。マジ？人も見たらわかるじゃん。まあ、こっちにも衣類と、これ私肩がってですね、パソコンも入りますから。やばい。ちょっと人の紹介してるのにやばいやばい言わない。ちょっと全然入ってこない、チャンネルは。自分のあれ、こんな大変だったっけ、バックって。もうだって昨日ぐらいから終わらせてるから。どうした、終わったかって。もうすぐだよ、ちょっと早いな、来るのが。どうだいどうだい、チェックしましょう。まあサプリですね、やっぱ元気。サプリめっちゃ飲むよね。これは何ですか。え、なにこれ。ミンティア大量購入して持ってくなよ。向こうでも売ってるやろ。タバコね、タバコも高いからね、向こうで買ったら。これ衣装です。これ何着持ってくんですか、この衣装。3。やっぱ元気さんコメント欄でよく来てるやん、この服しか持ってない。まあこれ衣装やからね、衣装で何着、1、2、あ、2か、2、3、3着ありますから。これも使う、これもアロハね、アロハ色一緒。まあでももうまあ言って結構完成っちゃ完成。そんなもんか、あと大事なもんここに入ってんじゃない。パスポート、国際免許証。大丈夫か、人間国際免許証とかちゃんと持ってってるから。後で確認しとこう。これって写して大丈夫です。あ、まあここは大丈夫そう。まあ完成ですね、これで。ほぼこれ以上そんな増えるこだわりのものはないでしょ。まあ一番だから大事なミンティアがね、なこんな持ってく人いないでしょ、はい、頑張ってください。ティッシュ話せるのもめっちゃ持ってくやん、女子やん。これここだけ見たら日焼け止めとティッシュ、こんなもん。うちでも1個いるし持ってて。あ、でもちゃんと早いね、意外と。いやでもギリギリやばい、大丈夫かな。あ、もうすごいワイルドやね、靴を直に入れるっていう。こっちはもう靴入れとして使うんで、紹介俺することを別にもういつも紹介してるからね。そうなんだよ、常に紹介してますから。まあでも本当に全部これでも見覚えあるもんな、うん、紹介するもない。まあでも 秋テイストだから持っていこうのも、はい、まあちょっと今回からパックでちょっと。あ、何これは何。うちもあ、サボリーノやん。サボリーノ女子が使うやつでしょ。これしかなかったんです。化粧前めんどくさいからっていう。今回は私はちょっとコーヒーを引くのを持っていこうかなと思って、ね、そういうのを紹介してよ、うん、そういうのですよ。まあ、ハマキとタバコと、うん、まあ、パックすごいよね、1ヶ月の旅行に。本ね、あんまいないぜこんな本持ってくる。ああ、メガネも持っていかないからやっぱ。ああ、もう大変。うちより、うち女子より女子みたいなパッキングしてるんじゃない。こだわり強い。メガネ持っていかないかよ、困った。何個持っていこう、メガネ1個でいいんだよ普通。3個にしてこっかな。あ、でもサングラスはちょっと場外例外っていうことにして別に自分が持っていくだけだからさ、自分が増えるだけだからいいんだけど。自分がかけていくの含め4つにしよう今回は。
すごい男だ。さすがにちょっと抑えよう。増えてる。ここ多いな。多いよ。前持っていきたいなら持っていきなよ。まあ、今回はそんな感じのパッキングでいいんじゃないでしょうか。はい。わかりました。みんなうち予告突してたの12時ぐらいに行きますよって言ってて準備してないんだから。パッキング終わりました。終わりました。はい。終わりました。終わったよ。ちゃんとパスポートチェックする？パスポート持ってきたみんな。持ってきた。うち不安だから持って血を出しとこう、うん、人間あれは国際免許はあるよ。オッケー。うちもある。家はちょっと1ヶ月間そうね二宮がここみたいな感じで守ってくれる。頼むよ本当に。ボロボロになりながら守ってる。まあね、交代で死ぬわ交代で、あれも気をつけて。じゃあ、あの植物ね。まあ本当にこの家一番俺植物だと思う。いや本当に植物正直、うん、まあ、可燃ゴミぐらい。あ、ゴミ頼むよ。ゴミ捨て。自分でやめたらトイレ掃除も。あと2階の空気も入れ替えとかよろしくね。まだ開けたりとかしない。3階もできたら。無理かも。行こう。行きましょう。出てください。宿題が多すぎる。無理だ。じゃあ。行きまーす。さようなら。じゃあね。バイバーイ。あ、なんか喜んでる。バイバーイ。恥ずかしい。エレバージョン。